アイヌ語かなとは、アイヌ語を表記するために使用されるかなである。アイヌ語カタカナとも呼ばれる。2000年に制定された JISX-0213 により、コードが定義され、情報端末などでも一般に使用可能となった。MacOS に標準で付属することえりなどでは、アイヌ語入力モードが存在し、アイヌ語加盟標準入力が可能である。札幌市のアイヌ文化交流センター。 札幌ピカコタンというアイヌ語がカタカナで、平記されている。アイヌ民族の母語である、アイヌ語は元来文字を持たず、もっぱら交渉での使用だった。アイヌは古代から和人などと交易があった、エゾの末裔だが、文字を使用する文化は伝播しなかった。江戸時代になると、現在の北海道やカラフット及び、千島列島は和人からエゾ地と呼ばれ、 マサキ藩の調査によって地図が作成された。1604年に作成されたマサキ図によりアイヌ語の地名の記載が行われた。1700年に作成されたマサキトー号では主にひらがなによってアイヌ語の地名が記載された。このような形で当初は主にひらがなによりアイヌ語が表記された。これらに対し、 アイヌ語に対し正確な表記をしようとする動きが出てくることになり、日本語の発音と異なる音を小書きカタカナで表現することが行われ、アイヌ語カナが成立した。現代では、アイヌ語の表記に使用される小書きカタカナ及び大書きカタカナを合わせてアイヌ語カナと呼ばれるようになった。なお、同様の表記は台湾語で使用される台湾語カナでも行われていた。 カタカナ及び反楽点を持つカタカナ、小書きカタカナ、小書きで反楽点を持つカタカナによって構成される。金星絵ゾ地の地名マサキトウゴウチョウ、マサキの記載内容を文書化。ありがとうございます。